おやすみ前の歯磨き後の歯磨きガム。ミミのピーナッツと丸いテディベア系のヘアスタイル、どちらが皆さん好きですか？なんかピーナッツじゃない方がミミっぽいのかな。どうだろう、あのいただいたね、絵とか丸いじゃないですか。まあ伸びてるっていうのもあるんですけど、ちょっと尖りすぎかな。熱っ、お風呂上がったんで僕も汗かいてる。これは汗じゃなくてお水です。手についてるな、歯磨きした。うまい。ミミの最近のお気に入り、じゃん、メトロカードいただき物です。こんにちは。どうぞ続けて。おやすみ。のっそり止まったね。あー眠たい。おやすみなさい。さあ今日はこれからミミちゃんお泊まりです。なんでその前にしっかり散歩しようと思って今出てます。早いね。今日も早い。今日お泊まりの様子映せたら映してもらおうと思います。ランキングばっかり、おしっこ出てない。じゃあ行くよ。なんか初めて散歩コースここにしたんですけど、ダメよ食べちゃう。何か気にしてる。ずっとこの焼き鳥の匂いがね、多分ミミは床にしてると思ったのかな。裏戻ろうとする。姉ちゃん焼肉食べれないの。焼肉じゃない、焼き鳥。行こう。ごめんね、残念ながら。何してんの、こっちは匂いがすごいのか。まあ、こんな仕上げて、はい、あ、おしっこ出た。そうしよう。こっちダメだ。ずっといろんな匂い気にすると人が多い。大通り散歩してたんですよ。花、ここダメ、人の家、人の花。では別のとこ行って帰ろうと思います。はい、そっち行こう。何ならその足嫌がってますね。そっちじゃない、行くよ。行こう。カシッと嫌がってる。行きたくない。人が多いんでちょっと安全地帯に行きます。なんか違うかな。さっきあの猫が見つかんなくなっちゃったって言って張り紙があったんですけど、違うっぽいな。え、違うかな。うん、ノラかな、あれは。ずっと見てる。え、本当にノラかな。なんかポスター似てる子がねいたんで、ちょっと貼りますけど色が違うかな。何が行きたがってるよね。で、持ってたおやつあげても食べなかったです。もう一回見てみるか。違うといいな。よいしょ。みみちゃん、お待たせ。ごめん、ごめん、違う。もう猫ちゃん、ダメ。行こう。やっち行くよ。みみが猫会いたがってるよね。行けないの、向こう階段あるから。みみ、こっちこっち。行こう。そうそうそう。ありがとう。違いました。別の子でしたね。その子だったらよかったな。みみずっとこっち向いてる。おやつ欲しいんでしょ。ね、危ないよ。落ちちゃうよ。さっき猫ちゃんに手持ちのおやつ渡したんですけど食べなくて、耳が欲しがっちゃう。耳に飽きてる。ずっと欲しがるじゃん、この子。で、尻尾がこの子あったんですけど、さっきの子尻尾なかったんですよ。おやついる？はいはい、あげるあげる。猫ちゃん食べなきゃったです。耳が欲しいって。うん、まあいいよ。食べたら行こう。帰ります。暗くなってきたね。さあ、来ました。よいしょ、ちょうど。あ、バイバイ。ごめんなさい、鍵がなかった。はい、行こう。入りたがってる。ます。はい、お願いします。そしてちょうどあと10分早く来てれば耳に会えた。一瞬で会えなかった。では仕事行ってまいり。待て待て、よし、はい、じゃあハウス。タイゴ。待って。ライアン。
試してんのこれ、骨っこミルク、牛乳屋さんが作った骨っこミルクってやつ、これをふやかして食べてます今。入れすぎた、入れすぎたけどいいや。ちょっとミルキーの匂いが若干するかなっていうぐらい。はい、ゆいちゃん座って。もうね、飲み慣れてます。座ってください。待って、うん、待て待てよ、待て、ちょっと言ってない。はい、じゃあ鼻、はいよ、慣れてます。初めてこのミルクを口にする瞬間は15秒ぐらいで、飲まなかったです、口つけなかったですね。新しいものを食べるときとか結構ね、シビアにチェックするんですよ。ん、なんだこれ、大丈夫かって念入りにチェックして加えたりします。賢いです。うまい。ゆみちゃん、今日は新しいガムを試そう。新しいガム食べるよ。ゆみちゃん、おいで。新しいガム食べよう。はい、はい、ゆみこっち来てください。おいで、おいで、ガム食べよう。鼻、鼻、お手、おいで、おいで、ゆみちゃん、よいしょ。ゴロン。今日は新しいガム食べます。はい、じゃあ歯磨きするよ。って言っても映んないね。はい、いい子ですね。インターペット行った時にいろいろ提供品があるんで、それをねちょっといろいろ試したくて。あと時間ね全然作れてなくて申し訳ない、生配信できてないんですけど、近々します。でそこでいろんなプレゼントとかも皆さんに配ろうと思うんで、待っててください。いただき物とかでも耳には使えないやつとかもあるんで、欲しい人いたら使ってもらった方がいいんでね、そういうものもプレゼントします。詳細はまた言いますね、お待ちください。ちょっと歯磨きしよう。はい、歯磨き終わりました。今回試したのはこちら、この無添加ガム。これをねちょっと試してみたいと思います。丹波の玉目、まあちょっと1本の半分ぐらいかな、今日は試してみようと思います。ミミ気になるね、新しいもの。よし、さあミミちゃんは新しいもの大好きなんでね、気になる、目が本気。パカーン、匂い、いい匂いする。うー、座った、座って、座って、早いって。はい、どうかな、ちょっと硬いなこれ、パキッと折れるタイプかな。ちょっと耳折ってみる。あ、硬い、これ耳ダメだ、これ耳にはちょっと合わないかもな。みーちゃん、噛めないでしょ、ほら噛んでみ、耳の噛む力だ、これちょっと無理だ。いける、気をつけてよ、ほら全然硬い、噛めないね、ちょっと硬いか、どれぐらい硬いかわかんないかな。これぐらいカチカチで折れない、親指でギューってやっても曲がりもしない。これ耳、ごめん、ダメだ、いつものガムにしよっか。とちょっとかじった、おお、かじった、かじった、いけるか。なんかね、いいなって思ったのが、ちょっと耳が一口食べたら、いけ、あら、このね繊維質なのが結構いいかなって。はいはい、欲しいね。うん、大丈夫だ、いけそう。耳うまいな、これちょっと匂い嗅がして。あー、なんか大豆、大豆っていうか 豆の匂いがしますね。これをちょっと指のこれ舐めて。はい、ありがとう。はい、おしまい。ちょっとね、新しいもの入れすぎても吐いちゃうとあれなんで、この辺で終わりたいけど、終わった感がねちゃんと演出しないといけないんで、ハサミで切ろう。ハサミで切れなかったので包丁でぶっと切りました。だからこれだけあげよう。これはちょっとごめんなさい、また明日。よいしょ、ミーちゃん、はい、どうぞ。うん、柔らかくなったね、切れたからね。気をつけてよ、ゆっくりゆっくり。うまい。はい、歯磨きおしまい。水飲む？いらない。おもちゃです、いらない。うん、どっか消えてた。どうした？この中入りたいの？はい。さっきの着替えがあって、解決したバレた。
ルミちゃん、靴下取りたかったの？寝るっていう話じゃなかった？うん、これ紐があるからさ。うん、これ反対。うん、待って、急に起きて飛び上がって靴下、なんか幸せそうだね。ベロベロしてます。